夜分遅くどうも申し訳ございません。ストリングス、ビデオ化進めていこうということで、いろいろですね、綺麗なビデオを上げたい。そして、タイトルもきちんと入れたいとか、いろいろ工夫をしていく中で、これまでは、スマートフォンに、編集ソフトを入れまして、それで編集してアップをしていました。で、今回からですね、Photoshop Elements という、まあ、簡易版の家庭用ビデオソフト、編集ソフト、これを使いましてですね、少しずつ表現の幅を広げていきたいと思っております。じゃあ、いい加減に。向きを変えたいと思います。はい、どうも。顔を見ると安心するのか、不気味なのか、ここはね、個人によって違うんですね、私の評価がね。今回紹介するのはですね、松山千春の純、愛する者たち。で、これは、ビデオじゃない、映画のタイトルになった曲でして、時間でいくともうかなり古いですね。ちょうどバブルの時代でしたから、1980年代ぐらいじゃなかったかなと思うんですけどもね。当時、この歌をですね、飲み屋で、女性のお客さんがいらっしゃるわけですよ。何か言うてありませんかって言われるとね、そうするとここでゲット。あ、じゃあこんな歌聞いたことないかもしれないんですけど、一度聞いていただけませんかって。雰囲気、僕大好きな歌の一つです。松山千春の純、愛する者たちへ聞いてください。